この日、どこか懐かしく、そして幻想的な光の数々が丸森町を包み込んでいました。宮城県の最南端に位置する丸森町、豊かな緑が残り、懐かしさを感じさせる町並みが多く残っています。その中でもひときわ目を引くのがこの再利屋敷。かつてこの土地で幅広い商売をしていた豪商斉藤家の屋敷で、昭和61年7代目当主が土地や建物などを丸森町に寄贈し、現在は蔵の郷土館再利屋敷として残されています。そして今年8月11日この再利屋敷を無料開放し、一夜限りの幻想的なお祭り再利原野が開催されました。24年前に町おこしとして始まり、今では丸森町全体が協力して作るお祭りとして盛り上がっています。毎年多くの観光客を集めているこのお祭り、この日も町内外から多くの人が再利屋敷を訪れていました。地震の被害というものは比較的少なかったものですから、そういった意味では福島県に、隣接しているというふうなことでの放射能に対する払拭が多いものですから、ぜひ町外から来ていただいた方々が丸森は大丈夫だというふうな雰囲気を取っていただいて、その方々が町外でお話をしていただくということが私は大事だというふうに思っております。それがつながればですね、交流人口も戻ってくるというふうに思ってます。屋敷の中にはすべて手作りという絵灯籠およそ1200個が飾られ、敷地内を幻想的な空間に作り変えます。また今までに作られた灯籠はすべて保管されていて、年々光の数が増えていくんだそうです。夜が深まるにつれ、灯籠の輝きはより一層美しさを増します。その中には子どもたちが自由に描いた灯籠や、丸森町民の復興を願う気持ち、丸森町にぜひ来てほしいというメッセージが書かれたものもありました。年に一度、灯籠のろうそくが尽きるまでの4時間限りの幻想郷、丸森の復興への思いが込められた温かい光は訪れた人々を優しく包み込んでいました。